ようやく弘前公園が通常の状態に戻ったなというふうに思って、明治28年に弘前公園が一般開放されてから初めての全ての門の閉鎖ということだったんですが、それから125年の年が流れて今また新たな開門を迎えたと思っています。来年の桜祭りは今年の分、いえこれまでの分、100回の分を含めて素晴らしい桜祭りにしたいと思っています。